アベマベースボールリポーターを務める乃木坂46の黒見明日香が、日本時間5月8日朝11時より無料生中継される、大谷翔平選手、山本由伸投手所属のロサンゼルスドジャースとマイアミマーリンズの一戦のスペシャルゲストとして出演する。乃木坂46の4期生の黒見は、アイドルとして活動する傍ら、現役大学生の野球好きとしても知られ、2023年シーズンはアベマの MLB 中継にたびたびゲスト解説として出演し、元プロ野球選手などの解説陣と共に、MLB の魅力を発信してきた。2023年4月にスタジオ初登場した際、ノートに大谷翔平選手の今季のストレートが何パーセントとか、そういうのをまとめています。結構動画とか見て調べました、などと明かした、黒見ノートの存在が大きな反響を集めた。2024年シーズンは新たに、アベマベースボールリポーターとして、アベマ野球公式 YouTube にて特別企画、黒見明日香のアベマベースボールリポートを始動させ、MLB のみならず、日本のプロ野球など、ベースボールに関わる様々な場所や人へ黒見自身が取材している。初回の公開動画では、野球のキャッチャーミットやプロテクターなどを製造する工場を訪ねて、現役 MLB プレイヤーからも支持される防具の秘密を取材するなど、ガチすぎる黒見の視点が注目を集めている。今回、黒見がスペシャルゲストとして、2024年シーズン初出演する5月8日のドジャース VS マーリンズ戦では、解説の五十嵐亮太、西尾勝義の元 MLB プレイヤーコンビと共に、ガチすぎる、トークをしていく。2024年シーズンのアベマの MLB 中継、初出演について黒見は、昨年に続き、大好きな MLB に中継でも携わることが叶って感激です。五十嵐さん、西岡さんと共に、野球ファンの皆様に楽しんでいただけるよう、黒見ノートを携え、全力で応援します。ぜひ一緒に、熱い試合を楽しみましょうとコメントしている、5月8日のドジャース VS マーリンズの一戦を黒見の解説と共に楽しむことができる。